いや、本当無限ですよね、風呂敷の使い方って。ね、なんかやればやるほど、生活していれば、もっと、あ、これ使えるみたいな感じで思いつきますもんね。毎日朝から晩まで身につけてるのがこれです。はい、スマートフォンポケットに入りづらいので、やっぱりここが定位置で、もう毎日朝から晩までつけています。じゃあもう起きて、はい、お着替えするときにズボンにつけてっていう、もう一連の流れなんですね。そのまま脱いでありません。あー、そのまま着替えてみたいな。ぜひそれを教えてもらったらいいんじゃないの、やり方は。しょうこさん教えてください。あ、やり方ですか。はい。じゃあよいしょ。これすごい入りますよね。そうです、うん、あのこういうペットボトルやなんかも入るので、うんうんうん、ちょっと仕事をして、あの畑仕事とかして飲み物欲しい時にもすごく便利ですね。まず風呂敷の通し方なんですけど、だいたいあのお弁当サイズのハンカチでも何でもいいです。このベルトで直接でもいいですし、ベルト通しのところに通していただいて、反対側のベルトの穴にも通していただいて、だいたいこの左右が均等になるように揃えられた方がいいと思います。で、こちらの端とこちらの端を真結びします。ギュッとギュッときつめに結んでください。よいしょ。で、反対側もギュッときつめに真結びします。これでもう出来上がりです。これはさっきのあの買い物、はい、さっきの買い物かごもそうだし、まかなさんが今羽織ってる状態のも同じ結び方ですよね。はい、そうですね、2箇所結ぶだけです。うんうんうん、であとはもうあのちょっとね、近所にお買い物に出かけるときとか、スマートフォンとお財布だけ入れて手ぶらで出かけることもできます。うん、あとあの外でお庭仕事してるときとか、あのスマートフォン置き場所に困ったり、あと変なところにつけると邪魔になったりしますね。あのこうかがんだりするときは後ろにつけておいてもいいです。うん、あと前邪魔になるのでね。あとさっきも言いましたけど、こういうあの飲み物の置き場所にも困りますので、ペットボトルなんか入れておいてもとっても便利です。毎日使っています。はい、あの緊急時なんか風呂敷、大判風呂敷とちっちゃいの2枚入れ、あの緊急バッグに入れといて、でベルトがないとかベルト通しがないときは、大判ベルトをベルトの代わりにこう細くたたんで、こう腰に大判風呂敷を巻いて、こう巻いて、あ、なんかちょっとこれ全然無理なんですけど巻いて、ここにこう今の感じでつけるのも OK ですよね。そうですね、はい。さくらさんないですか？ずっとお地蔵さんのように見てるんですけどないないないんかいない、そうか。さくらさんはずっとインドの生活をしてましたけど、日本と違って、その、なんだろう、ショッピングバッグとか、ビニールバッグとかって、全然違うっていうのを、あの、Facebook の投稿で見たんですけど、どんな感じなんですか？あの、なかなか日本の皆さんも、私も含めて全然知られてないと思うんですけど、インドはすごいノープラスチックで、ノープラスチック、そうそう、もうあのプラスチックも使わない、使わないんですよね。モディ首相っていう方が扱ったためって言ったら本当に使わないんですよ。でも日本はまだこれからね、あのプラスチックとかレジ袋の有料化って言ってますけど、お金払えばレジ袋くれるでしょ。うんうん、ない、あのただレジ
シルク型の不織布があります。不織布なの、うん、レジ袋みたいなやつ。へー、これも、スーパーとかではくれなくて、デリバリーをお願いしたときにこれに入ってくるんですよね。結構デリバリー文化が発達しているので、やっぱりプロがいるので、まあ、もちろん燃えますし、うんうん、もうやっぱり結構すごい、あのお友達、デリーの友達とかに風呂敷を教えたときにね、クリスマスシーズンとかに11月ぐらいにデリーに来て、クリスマスシーズンに本当あってよかったっていうメールを何つかいただきまして、それは、ピザの、あの薄べったいピザの箱とクリスマスケーキの箱を同時に箱ごともらったんですって。箱ごと、はい、はい、考えられるこうやってどうやって持って帰るのって言ったら、モディ首相がビニールダメだって言ったから、そのまま持って帰ってくれって言って、本当にこう箱ごとこうやって抱えてこのレディーケーキの箱乗せて抱えて、で子供が3人とかいるのそのうち、本当に風呂敷があってよかったっていうメールとかいただきまして、もう風呂敷なかったらどうしたらいいんだろうって、まあ本当手で運ぶみんな、まあ、車まで運べばいいとか、あとまあ本当お金持ちの人はそれを運んでくれる人がいたりするんだと思うんですけど、本当風呂敷があってよかったって。一方に風呂敷使ってるところあるんですよ、インドも。洗濯屋さんは風呂敷、ランドリーのものはみんな風呂敷包むの、うん、だからすごくそのおばあちゃんとかは風呂敷とか知ってるし売ってもいるんですけど、スーパーで使うとすごい驚かれます。あ、スーパーで使えばよかったのねみたいな顔をしますもうなんか布でくるむのは洗濯物って思ってたと思う。あの、ねえねえ、あの私の大好きな京ヤバさん、あの京ヤバいやつにあったの、あ、京ヤバさん、はい、京ヤバさんの動画ですごい熱々の鍋をあのこういう風に布 でその上に鍋を乗っけて、まあ、鍋だと思ってこう乗っけてこうギュッとして二人でこうやって運んでる動画があって、あ、こんなところに布がって思いました。そういう使い方もできるんだ。以上です。そうだっけ外で物を売ってる人たちは多いので、その人たちは風呂敷、まあ、布で物を運んだり包んだり、うん、カバーしたり、布はすごい安いしね、インドは布も売ってますよね、うん、あ、でもね、かほこさんね、あの、うん、インドですごくこうそういった布が有名なジャイプールって場所に行ったんですけど、そこの布工場を見せてもらって、うん、いろんな布製品を作って世界中にこう輸出してる大きな会社だったんですけど、そこの社長さんもマネージャーさんもね、まあ、結び知らなかったです。まあ、結び知ってたらすごい喜んでくれた。そうそう、なんかみんな縦結びになってるってさくらさんどっかに書いてたよね。うん、さっきの一番初めの忍者みたいに被るのは、あのインドの人は大体女性がみんなスカーフで、ああやってほこりとか、ほこりですよね。だいたいバイクに乗るときにはみんなヘルメットとほこりよけの代わりにやってるんだけども、後ろから見てたらもうほぼ 100% 縦結び、縦結びの人はいないです。で、なんでって聞いたら、右からかけて、右からかけたら縦になるって言ってた。同じ方向を2回かけたら縦になるでしょ。なるなる、縦結びが主流。右から行って左から結ぶっていう発想がないんですよね。うんうん、別にそこにこだわってないから、右利きなら右でやった方が楽みたいな。できるのだったから。あのアニメーションのナルトってあるんですけれども、うんうん、はい。ナルトのあの額当てなんですが、後ろから見ると必ず縦結びになってるのが気になる。なるほど。あれ縦になってね、あ、後ろでね、額当て結ぶときに後ろから映ると必ずこう縦なんです、なんか意味あんのかなって思いながら見てます。反抗してるのかな、反抗反抗するかな、反抗するかな、で
宮司がかっこいいとかだと思うんだよ。あれは。あー、そっかそっか。忍者は真結びしてたはずだよね。うん、ちゃんに縦になるとかっこいいだけでやってる。それでしょうがない。それね、娘が言ってたんで、それ。これ変だよねって言ったら。いやいやいや、これはね、かっこいいんだよ、お母さん。失礼しました。若い子、そういうかっこいいとか。ね、なんかおばさん気になっちゃって。お父さんも。テニスのフェデラー選手がいつもバンダナ、ここが縦なのってるって、試合中にどうしてもね、バンダナに目がいって気になっちゃうって言ってました。多分でも、縦結びがちょっと点々点と思うのは、やっぱり日本独特のお話なんだろうね。だってあれ、縦になるとほら、死人のさ、あれだからさ、縁起が悪いんだよ、やっぱり。ちょっと、ね、縁起が悪いって習ったな。縁起悪いんで、やっぱりちょっとね、私なんか病院だったから、絶対ありあっちゃいけないし、もう亡くなった人だけにするものだっていうんで、徹底的に教えられて。あれ、さくらさんの声が聞こえない。みんなが聞こえたから、聞こえる？あ、聞こえた。みんながそんだけ真結びをしてたから、それが平常だったから、うん、そうだね。そう、まあ結び。そう、さくらさんの声が聞こえなくなっちゃった、なんでか。でもなんか言いたいことは分かった。今日真結びだったから、この真結びだから、ここその日に関することは縦で。だから、昔の人はみんな真結びができてたってこと？もうできてたでしょ、風呂敷使うから。バッグがないから、むしろ。そうバッグの代わりに風呂敷だったし、あとやっぱり着物の文化なんで取れちゃ困るので帯も取れちゃ困るからできてたと思うよ。なんかこののりこさんも持ってるこの本、あ、これね、書いてあるよ。なんかパラパラっとこう載ってる昔の絵とか見てもちゃんと真結びの絵になってますよね。そうだね、カルタ結びとかもきっちりね、いろんな結び方載ってるんですけど、この、見える？見えない。この。真結びになってる。なんか浮世絵とかの旅人とか見たら、風呂敷いっぱい身につけてて楽しいよね。そうそう、いらっしゃるよね、風呂敷をね。でもインドにもそうやってでも風呂敷文化があるっていうことでね。真結び教えたくなったよね、きっとね。ちょっとこの人とかすごいかっこいいんだけど。ああ、そうそうそう。なんか革ジャンみたいな、ジーンズに、革ジャンに、この長靴なのかブーツなのかわかんないけど、唐草っていう。で、このちょっとプチッとした髪型に。かっこよくはないんだけど、この前、旦那にあのマットを。いや、かっこよいですよ、あれ。いや。パパさんのご主人。ねえ、なんかも突然マット巻いてるから何してんのって持ってくるっていうか、風呂敷包むしかないでしょうって、じゃあ唐草しかないでしょうでしょ。でっかい唐草。男の人風呂敷使ってるのってかっこいいですよね。かっこいい、粋な感じがする。ねえ、ちょっとなんかどうだったって聞いたら、あのね、あ、会う人会う人ね、懐かしいって、おばあちゃんとか言われて、若い人にはなんかすげーとか言われたって。すげー。あとなんか感想あるって聞いたんだよね。そしたらなんか、いやすぐ包めていいわやっぱり。でもなんかやっぱりね、大きいものを包んでね、行商の人ってああやって運んだわけでしょ。すごいよね。すごいですよね。この本にもなんかそんな大きい、そのこれすごい歩けるの？またねえ、肩壊れないのかな。すごい。あの、のりこ先生の旦那さんは風呂敷そうやって使ってるみたいですけど、他にうちの夫使ってますよっていう。夫の使い方。うちはあのお弁当に使ってるぐらいですね。
1回スーツ運ぶのに使ったかな。でも包んで渡したら持たない？はい。うん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 。旅行に行くときとか。そうそうそうね。うん、あのアウトドアの、あのちょっとちっちゃめのパシャッとこう畳める椅子わかります？あれってなんかこうちっちゃい巾着袋がついてて、ギューッとやると入るようになってんだけど、あれで持ち運んでこうギューギュー詰めるより、何二つ結びにして肩にかけれるようにして、あの椅子を運べることを夫に教えてあげたら、去年の、ね、運動会の時にあの椅子持ってた時がね、なんか感動してた。これはいいとか言って。アウトドアでね、あの撥水とか風呂敷とか持ってくと便利なので、あの巾着バッグに入れてくより、そう、2つ結びでこう肩にかけた方が肩も痛くないし、今なんかこう話しながら、自分の夫が普段風呂敷を使う機会ってそういえばないなって、そのイベントごととかだったらあるけど、うん、買い物に彼が行くわけでもないし、うん、でもない、普段は全然使ってない。そうですよね。だからこそなんか風呂敷持って、なんかこう普段の日常で使ってる人とかって見るとすごいびっくりしますよね。わすごい、こんな風に使ってるんだっていうのが。待って、ないものねだりで素敵に見える。そうだ、ないめのものねだり。使ってくれるかしらね。ね、どうやったら。タフコさんのせ、タフコさんのお旦那さんすごい持ってなかった？風呂敷。うん、なんか持たせてる。うん、あ、これがいいよ、これがいいよ。なんか全身風呂敷になっちゃうよね。タオコさんの旦那さんなら全身。そうなんかスパッツみたいなのを履いてて、それで宅急便屋さんが来た時に、私出たくないから腰に風呂敷巻いてあげたらそのまま出てったよね。あのインド麺の、インド麺のシーツをこう神様みたいに巻いてあげたら、それもそのまま神様多分宅急便屋さん神様だと思ったよねって何でもいいみたい。風呂敷男子って、うちの夫はかっこいい使い方はしないんですけれども、あの畑をやる人なので、畑の収穫物をいろんなものを取るときに、さっきのウエストポーチと同じような感じで、こんな風に片方ずつ落して、これで大きなウエストポーチを使って、ナスビとかキュウリとか、あの収穫するときにどんどん入れてます。たくさん取れるので、いちいちちっちゃい袋に入れてたらキリがないので、ここにあのつけると手ぶらで作業ができるので、リンゴですとかね、とっても便利です。リンゴも取れるの？はい、リンゴ植えてます。すごい、はい、収穫、もっぱら収穫ですね。すごいな。なんかほら、なっちゃんの今後ろにあるけど、風呂敷ばあちゃんのさ、はいはい、あそこの女の子がどんぐりだっけ、拾うシーンありますよね、あるよね、どんぐりのね、みんなこうスカートとかに入れてるけど、ちゃんと風呂敷、風呂敷をこう前につけて、ね、どんぐりとかを、子供にもいいですよね、お外で遊ぶときに。あのスーパーの袋とかをお腹につけて収穫すると、収穫物が重いのでビニール袋伸びたり破れたりしちゃうんですよね。なので風呂敷がすごくいいです。あれ、さくらさんも前マウンテンバイクにこうつけたりしてたよね。確かカゴがないマウンテンバイクかなんかに風呂敷つけてね、さゆりちゃんかなんかがどんぐりかな、なんか拾ったとかって言って写真見た気がする。あの2年前のむすびさんのキッズ賞を受賞したのがそれです。それがそうか、そっか、そっか、
あれはいいね。ね今のり、あの、翔子先生が前に結んでるみたいに思ったけど、洗濯物とかいいよね。なんか、ね、腰かがめてさ、こういう運動をするのすごい大変じゃない？うん。ああ。中にさ、言うとけば。なるほど。取り込むときもね。うん、洗濯バサミみたいに。で、カゴに入れちゃうもんね。パーッと開いて、飲めばいいんだもんね。ねえ、本当。頭いい。私は洗濯物といえばね、あの、取り込んだ洗濯物を畳んでしまいたいんだけど、まだその時間がないのに、うん、あの、なんか、リビングにカゴにね、わさってある状態で、来客あるときとか、うん、風呂敷でバサッとかぶせて隠したり。わかるわかる。かるそのままこう置いておけばいいじゃん。ね、本当そう。そのまま置いておける。やってみよう。ね、やってみよう。うん、ね、せっかくだから、弥生さんがなんか、弥生さん、弥生さんあの、なっちゃんと翔子先生の、あの、なんだ、風呂敷ルーム、うん、ちょっとご紹介してほしいなと思って、そこに多分なんかこう陳列されてるものもあるだろうから、活用してもらいたい。ステーキ。じゃあ、翔子先生、先にお願いします。はい。はい。ちょっと待ってたんですが、待ってよ。そしたら、これで。すいません、揺らいまして。夫が、陳列用の棚を作ってくれました。すごーい。すごいね。ディスプレイ。ディスプレイだな。すごいね。センスね。センスがすごいな。これが置けるスペースがあるというのが羨ましい、反対に。うん、あれ映ってますかね、映ってますかね、こんな感じで素敵、ね、通販で買うこともできるけど、やっぱりこうやってね、実際に触れたり使用感を止めてるのはいいなと思って展示しています。ただ、あの、紫外線を遮るための遮光がいちいちちょっと大変だなっていうのはありますね。窓、そうそう、窓の光を遮るのにちょっとあれですね。ディスプレイもかわいい。かわいい。ありがとうございます。ちょっと映してください。これインカメにできるのかな。これインカメってどうやってするんですか。切り替えボタン。アウトカメラ。まあ、じゃあこのままでいいや。このままで。このままで。ユイクの看板ですね。で、こちらの方にリーフレット。リーフレット展示してあります。で、これは本の積み方ですね。こちらの方は、旭川の、田園地帯にテクさんっていう、おもちゃ作ってる方いるんですけど、そちらの方が作られたハンカチでブックカバーをちょっと作ってみました。はい。あとは、まあ、瓶包みですね。あと、こんな感じですね。そう、額縁、ちょっと額縁入れてみました。で、あとは、プレゼント包みですね。こんな感じです。ねえ、素敵。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じです。遊びに来たい、はい、以上です。出してください。来て。あと、うちのかわいこちゃんです。あ、かわいい。かわいい。お名前は？お名前は、なんだっけな、つけたんだけど、ちょっと今出てきますね。忘れっぽくなりました。
はい、そんな感じです。以上です。この場所で着付けもしているんですか？そこの。あ、はい、ここは、着付け教室の一角になります。ちょっと、今反対側、休業中で。着付けもそっち側です。こっち側の方でやってます。どういう人なんだな、はい、すごい。いいな。こんな感じで、一番奥今遮光してアルミホイルかけてありますけど、あそこに貸し出し用の帯がバーッとなっています。いい、はい、そんな感じで、こっちはちょっとぐちゃぐちゃです。で、風呂敷を頂けば物を置きました。はい、以上です。あ、すごい、はい、ありがとうございます。ますます引っ越したくなる。一軒家に。昔みんなでご飯食べてたところをもう誰もいなくなっちゃったんで、使わせてもらってるだけで、ただ広いだけで、で、なんて古い家です。いやいやいや、皆さん遊びに来てください。行きます。みんな着物着て風呂敷持って出かけましょう。じゃあ私、はい、私のお家は、こんな感じになってます。素敵。で、これが猫と鳥とハチドリの小風呂敷を100円ショップの四角い、なんだろう、発泡スチロール、コルクボード、コルクボードかな、コルクボード、それに、はい、貼り付けてファブリックパネルにしました。で、こっち側は苫小牧の湧仏っていう海があるんですけど、そこで拾ってきた流木にこの風呂敷をかけたり、ここが風呂敷文庫で、風呂敷にまつわる本をいろいろ買いながらここに飾っています。こんな感じで、素敵、風呂敷台で、ここが息子の一応部屋っていうことで、自分でこのロフトを作ったんですけど、でもすごかったよね。で、普段この中におもちゃがごっちゃごちゃ入ってるんで、風呂敷で100円ショップのこの突っ張り棒と、このなんだろう、パチっていうやつで風呂敷を挟んで、こうここに引っ掛けて、横から見えるかな、あ、本当だ、はい、引っ掛けて掛けてるだけなんで、これはもう取り外せるんですよね。うまく見えるかな、こんな感じで取り外せるようになってて、取り外せるようになってで、この彼の部屋の2階に行くと、2階ね、今なんか覗いてる人がいるんですけど、けいちゃんの部屋、ここにS 字フックで、けいちゃんの部屋はここ、うん、けいちゃんの部屋そこ、うん、あ、じゃあここ教えて、けいちゃん、ここ、そこに何入ってるかな、これはね、クッパと、おー、おもちゃを収納するのに、カモイに引っ掛けてるんだね。そうなんです、カモイに、もともと和室をちょっと改造したんで、カモイは普段いいね、やっぱり、そうなんですよ、うん、普段そんなに使わないけど、いざないと困るって言われるおもちゃを、うん、若菜さんが今着てる状態の買い物かごに使える、うん、それと同じ要領で引っ掛けてます。あとはこのクッパの。こんな感じでよく彼は思い出したように仮装してます、うん、でもう一個こっち側もS 字フックがかけられるっていうのがいいね、やっぱり。そうなんですよ。こっち側も同じようにおもちゃが入ってて、うん、S 字フックで引っ掛けてる感じです。あ、あとこれ、堤さんの
風呂敷ブルバッグもパッとディスプレイでかけて使いたいときにパッと、はい、使ってます。ちょっとこれ以上です。はい、ありがとうございます。おーい。苫小牧のなんかテレビにも出てたもんね。あのケーブルテレビに取材に来ていただいて、あれそれのそれ動画のなんかどこかにあるの？それはうんと Google の共有に入ってるんじゃないかな。入ってる？うん、入ってます。入ってるかな。私も見てないですね。見てない。見てない。あれマカナさん前見てくれた、ね、見た見た、ね、見た見た、ね、入ってます。食べ方とかもう楽しかった。あ、そう、楽しかった。すごいなっちゃんのも含めて素敵なの。あ、猫ちゃん。いやなんかあっという間ですね。もう1時間37分これって何分なの？できるの？これなんかさくらさん延長できたんですか？なんか今日は無制限になったんですけど、うん、見る方も1時間半は辛いから編集しながらだなと。そうだね。テレビにアップするんでもね、時間制限があるんでちょっと、うんうん、なんか何こう分けて切ってね、うん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 。なんかこれすごい、この感じすごい面白いですね、風呂敷談義。うん、いや、ね、いいんじゃない。 YouTube にさ、証拠でおうちツアーとか、ね、なっちゃんのおうちツアーとかでね、うん、改めてね、なっちゃんに作りたいですよね。見たい。風呂敷談義に花を咲かせるコーナーみたいな感じで面白い。いいと思う。さくちゃんが下の方で。もう弥生さんに似てきたね、さくちゃん。ねえ。ぷくぷく。今な、なん、え、何ヶ月？もう1歳。見えた、見えた。1歳？もうそんななる？さくちゃん何歳になったの？1歳に1ヶ月。猫ちゃん来たよ、ケイト。にゃんにゃん。かわいい、にゃんこ。京子先生はワンちゃん飼ってるんですか？はい。黒いラブラドールレトリーバー2匹います。お外にいるんですか？お家の中？家の中にいます。へえ、そうなんだ。はい、黒ラブかわいいですよね。黒ラブちゃんたち集まってましたね。犬の部屋に住ましてもらってるって感じです。のりこさんとこの猫ちゃんは何匹ですか？3匹です。3匹。その子のお名前は？これはしゅうくんです。しゅうくん。かわいい。目かわいい。かわいい。ちゃんです。ポテッシュ。耳が垂れてます。でものりこ先生のね、あの猫と風呂敷。猫とね、あれいいよね。どんどん出したい。京子先生も犬と風呂敷っていう。犬と風呂敷。取っちゃう。リンゴ詰めて取ったいです。畑と風呂敷。ああ、いいね。はい。そうか。じゃあ今日はこの辺にしましょうか。はい。ですね。はい。ありがとうございます。楽しかったです。気がついて。
なんかあと話すことあります？さくらちゃんからとか、まあ、なんだろう、あとじゃあコンテストの詳細をまた、うん、なっちゃんピンで撮ったらいいんじゃない？え、ピンで、そうそう、ピンで撮る？ピンで撮るとか言われると急に喋れなくなるけど。あれにしますよ、あの、なんだっけ、画像、また画像と文章で、インスタグラムでのあれよね、そうなんです、インスタグラムでおうち風呂敷コンテストっていうハッシュタグと結び屋ゆくっていうハッシュタグをつけて応募してもらうと、金賞、銀賞、銅賞で、もしかしたら特別賞があるかもしれないよっていう感じのコンテストをやります。明日から5月6日まで。で、発表が、発表がいつだったっけ？5月10日5日、5月10日、10、うん、日曜日ね。なので、あの、皆さんも、ウィーク先生も一応応募できるんですよ。え、そう、応募してる。だからやらせだろってなる。いや、それはあの、私は上げないとさ、ハッシュタグが生きてこないもんね。え、ウィーク先生、見本、見本、やらせてか、見本で、見本でーすって。こったろ、一等賞とかイエーイとかやってられないでしょ。ユイク先生はあの応募はできるけど、応募はできるけど賞はもらえません。結び屋ユイクとかのハッシュタグで検索してもらったら、他のユイク先生の風呂敷投稿も多分出てきますよね。あの、アカウントわかんないなっていう人も、私食しかアップしてないな、食アカウントだから、あ、そっか、食と風呂敷でやってみようかな。見てほしいやつは、今から、私たちのやつの過去のやつに、うん、例えばいいんじゃない？うんうん。じゃあ、そういう作業を、おのおの。おのおの、地味に。